水に囲まれた世界、無人の学校、記憶を失ったみんな、ここは一体何なんだ。ある日突然、異世界に飛ばされた私、星崎青。さあバシバシ調べていこう。ここが一体何なのか。この場所、私のお気に入りなのです。別に平穏に過ごしたいだけ。交わるはずのない出会いが。クオリティオブライフの話をしてるの。待ってて、今行くから。世界の謎を解き明かしていく。きっと前も私はこうしていたはずだから、大切な人たちとずっと一緒にいられますように。異世界だろうと楽しまなくちゃ損だよね。ちっちゃくありますか。みんなとの共同作業、青空の下でお昼寝したり、イメージ通りです。私たちだけの秘密基地に大改造しちゃうよ。困ったことがあったら私に任せなさい。青ちゃん、ありがとう。デート？ちょっとドキドキしちゃうな。なんだろう、不思議な場所。これはみんなの心？思いの力、見せてあげる。うわ、化け物！怖いけど。やるっきゃない。なんだか元気が湧いてくるね。リフレクターの力も今ここに。もう起こった。いっちゃえ。不安もいっぱいあるけど、少しワクワクもしてる。平凡な私でもみんなと一緒ならって思えるんだ。よし、絶対みんなで元の世界に帰ろう。ブルーリフレクション、タイ。なんかあのひび割れ、まずいことになってない？